メッセフランクフルトフランクフルトブックフェア会場を風景フランクフルトブックフェアは毎年10月半ばにドイツのフランクフルトアムマインで開催される世界最大の書籍の見本市。世界中からの出版社マルチメディア業者が集まり書籍やソフトウェアを展示し業者間で各国での判権やライセンスなどの取引が行われるまた国別ブースも出され 各国の出版文化についての紹介も行われる。このフェアは、ドイツ出版社、書籍販売店協会の子会社により主催されている。イタリアトリノの書籍見本誌など、他の書籍見本誌の猛追も受けているが、フランクフルトは、世界最大の書籍見本誌を称し、5日間の会期で、会場のメッセフランクフルトに7000の展示者と300、000人近い入場者を集めている。 ブランクフルトブックフェアは出版社や著者が書籍の発売発表などを行うマーケティング上の重要イベントであるが一方で世界中の出版社が版権の販売交渉を行う機会としても重要である入場者は出版業界の動向を知り世界中の出版業者と名刺交換をしネットワークを作り取引を行うことができる参加者は出版社 著作権エージェント、書店、図書館、学術研究機関、作家、イラストレーター、翻訳者、映画制作会社、出版協会、印刷業者、古書販売店、ソフトウェア制作、販売業者など、多数の業種にわたる、2004年には92の国から1万2000人のジャーナリストが来場しフェアの報道を行ったほか、 6.691の展示業者、79カ国のブース展示、18万人の取引来場者があった。開会式には、欧州連合やドイツはじめ各国の政治家や文学者、芸術家が式典に参加する。また1988年から毎年テーマ国が決められており、その国の文学者、出版社が参加するシンポジウム、文化紹介イベント、展覧会などが開催される。 例えば2004年はアラブ諸国2005年はドイツにおける韓国年にちなみ大韓民国が2006年は経済発展の著しいインドがテーマ国となった2007年はカタルーニャの文化がテーマとなっている2008年のテーマ国はトルコ2009年のテーマ国は中国会期中には市内のパウルス協会でドイツ出版協会平和賞が開催され 世界の結出した小説家、学者、著述家、芸術家らから委員会が毎年1名を選出し、ドイツ連邦大統領から受賞される、ドイツ児童文学賞やドイツ書籍賞の受賞式もこの会期中に行われている。ドイツ系児童文学ブース、日系出版社ブースにおいて漫画が展示されることから漫画ファンも多数訪れている。同会場では、 ドイツコスプレマイスターシャフトの最終決勝戦も開催されている1573年のフランクフルト書籍見本誌のカタログフランクフルトブックフェアは500年以上の歴史を有する見本誌である15世紀半ばにヨハネス・グーテンベルクがマインツで活版印刷を発明したさほど経たない時期にすぐ近くのフライクフルトで地元の書籍商来によって最初の本の誌が開かれた この詩は17世紀末までヨーロッパで最も重要な本の見本詩となってきた。しかし、新生ローマ帝国が出版の中心地フランクフルトに反カトリック的書物に対する検閲機関を置き、出版への統制を強めたため、統制を嫌った出版業者はフランクフルトから検閲の緩い作戦選定綱領のライプツヒへと続々と移転していった。 18世紀の啓蒙時代には、ライプツヒの書籍見本誌が、フランクフルト書籍見本誌の地位を奪った。第二次世界大戦後、1949年に、パウルス教会で戦後最初の書籍見本誌が再開された。その後、出版都市ライプツヒが、東ドイツ側になったこともあり、西ドイツ側のフランクフルトが、ヨーロッパ最大の書籍見本誌の地位に返り咲いている。ありがとうございます。